熱海市の土石流災害で行方不明者の捜索活動に協力を続けてきた建設業協会に対し県公安委員会から感謝状が贈られました熱海市の土石流災害では県警による行方不明者の捜索に地元の建設業者らが協力し続けてきました先月最後の行方不明者が発見されたことから県公安委員会が熱海建設業協会に感謝状を贈りました 教会の大館代表は今は本当にほっとしていると話していました。